ナムアミダブツ。連大ウテナマイナスは、ビジュアルワークスが開発、運営し、DMM ゲームスより配信されている、ブラウザゲームおよびスマートフォン向けゲームアプリ。2019年4月より6月まで、ATX 他にて、アニメ版が放送された。仏教で登場する菩薩、如来、神々を主軸とした、アドベンチャーバトルを主体とする。 2016年3月15日に、ナムアミダブツのタイトルで、ミクシーグリーなどでサービスを開始。2018年7月31日に、一旦サービスを終了した後、2019年4月25日に、DMM ゲームすにて、ナムアミダブツ。連大打てなマイナスのタイトルで、サービスが再開された。2020年8月31日をもって、サービスを終了した。 十三仏、カルラテン、二大五宝全身、アシュラ、マーラ以外の神仏はアニメには未登場。神仏名の読みはゲーム基準。アニメ版の設定によると神仏はそのままの姿で街を行動すると神々しいオーラによって周囲に人間が集まって行動しづらくなってしまうため人間に擬態している。ゲーム版では人間に擬態しているかは不明。少なくとも アニメ版の擬態とは異なる姿をしている人物がいる。寺では、ジャージのような服装で、会議や食事の際に集合するが、如来が黒で、菩薩が青、妙王が赤で、天も黒だが袖が白。着座位置は、左手が上座で、右側が下座。月刊コミック寺院2016年7月号にて、コミカライズが発表し、同年8月号から連載開始し、 2017年4月号で最終回を迎えた。単行本は MF コミックスジーンシリーズから全2巻。作画は結アミのコミックアンソロジーが2019年6月25日にゼロ、サムコミックスから全1巻発売された。ビーズログ文庫アディスにて2016年11月15日に全1巻発売された。著者は月本梨しを、差し絵は風里太夫。 2019年4月から6月まで ATX 他にて放送された。ありがとうございます。